玉鈴は日本の女性歌手、モデル。福岡県出身。旧芸名は内田玉鈴。小学校6年生の時に小学生向けファッション雑誌 JS ガールオーディションにてグランプリを受賞。後に同雑誌の専属モデルとして活動を開始し、表紙登場回数14回の最多記録を持つ。2017年4月発売の JS ガールボリューム38にて専属モデルを卒業。同月より活動拠点を福岡から東京へ移し、アーティストとしての活動を始める。オリジナル楽曲の作詞をすべて内田本人が行っている。2017年7月31日に渋谷ギルティで行われたシンガー S ガーデン藤木の歌に出演し、歌手として初めてのライブを行った。同年10月から月1配信のインターネットラジオ内田玉鈴のオールナイト日本愛のレギュラーパーソナリティとなる。同年12月30日には初のワンマンライブ首里ファーストを渋谷ジーゲにて開催し、チケットは完売となった。2020年2月7日、芸名を内田玉鈴から玉鈴に改名した。兄弟はおらず、一人っ子である。血液型は O 型。左利き。子供の頃の夢は、テレビに出てる有名な人で、小学校の卒業アルバムにも CD デビューしたいと書いていた。趣味は、アイドルの応援と漢字を覚えること。特に HKT48 の指原莉乃が小学生当時からずっと好きであり、一緒に仕事をすることを一つの目標にしている。3から4歳の頃からダンスを習っていたため、体が柔らかく、長座体前屈を特技としている。しかし球技は苦手であり、体育の授業でサッカーを行うと、絶対にボールが回ってこないとのこと。もともとピアノを習っていたが、2017年4月に、東京に出てきたのを機に、新しいことに挑戦したいと思いギターを始めた。ザウの銘は、誰よりも努力した人にだけ夢を叶えるチャンスがある。好きな食べ物は1日に10個は、食べるというトマトであるが、トマトジュースは、トマト感が薄れてしまうため好きではない。嫌いな食べ物はからし。太字はレギュラー、もしくは単独の、出演バラエティドラマ単独ライブテレビ CM ウェブ、CM。ありがとうございます。